ランプリ開幕戦いよいよスタート。メイセフォーが今年こそ頂点を取るんでしょうか、それとも新鋭カーター・ウィリアムスが一気にこのレイソフォー空も飲み込んでいくことになるんでしょうか。青いグローブがカーター・ウィリアムス。カーター・ウィリアムスいい体してますね。そうですね、この肩のあたりの盛り上がりなんてのは藤原さん、はい、まあ、初登場ですけどもちょっと引きつけるものはありますよね。ねえ、ちょっとあの波乱がありそうな感じですけれどもね、ちょっと予感はしますよね、これ久々にアメリカが強い選手が出たなって感じがしますよね、はい、あしかしレイセフォーが左のローキックで、まだまだお前が出てくるのは早いと言わんばかりのローキックです。まあ、これだけの大観衆での前でですね、試合するの初めてだと思いますから、はい、まあ、緊張しなければいいんですけどね、しかもね、あの8年前15歳で初めて K-1 を見て、はい、ずっと待ってたとカーター・ウィリアムスはそんなこと話してましたからね。今いいコンビネーションですよ。右のローキックも強烈に叩き込んでいったカーター・ウィリアムス、左フック、レイセフォーです。ただとはいえ長嶋さん、はい、相手はレイセフォーの技術ですからね。そうですね、そう簡単にはね崩せないと思いますけどね。そうですね、あ今も左ハイキックが一瞬方をかすめました。ただ長嶋さん、レイセフォーを倒せばこれ本物と見てもいいですよね。そうですね、それとあの両方左右両方スイッチして構えられるんですね。はい、そうですね、最初は左だったんですね。最初はサウスポーだったんです、はい、今は右腕を引いていわゆるオーソドックススタイルで構えています。もともとは両利きでどちらかというと左の方が強いと話していたカーター・ウィリアムス。右のストレート、右のスペースを返していった、レイセフォーもよく見てますね。先に打ち込んだレイセフォー、しかし返していったカーター・ウィリアムス。ただね、打ち合いですね、倒し合いですね。もう左のミドルキックです。もう早くもですね、レイセフォーの右目はちょっと腫れてますね。そうですね、結構入ってるんでしょうか。ミドルキックバランスを崩した。あのレイセフォーが1ラウンドからバランスを崩されています。お互いに早いですね、ミドルキック。左の下、しかしこれはバランスを崩しました。これはダウンではありません、スリップです。体の勢いというか力はですね、カーター・ウィリアムスのあると思うんですよね、はい、左引け右引け、右引け、レイセフォー、すごい打ち合いですね。さあ来い来いと、あレイセフォーの握りの形はかなり変わりましたよね。ちょっと手に頬を張れてますね、あのいいパンチは僕レイセフォーの当たってると思うんですよね、レイセフォーも確かに返しています。ただ顔の形が変わり始めているのはレイセフォーです。右のストレート、レイセフォー、しかしもらった後持ち返していったカーター・ウィリアムス。ちょっと聞いたんじゃないですかね。日本はこれが初めての K-1 です。ロープを背にして右のストレート。レイセフォーはですね、名勝負製造機というか、はいはい、もう相手のスタイルに合わせますからね。そうですね。カーター・ウィリアムスが若さで来たんで、はいはい、もう真っ向打ち合ってますよね。レイセフォー。あ、危ない危ない。今の右聞きましたよ。レイセフォーが第1ラウンドから大きく顔面を離しています。危ないですね。左ハイキック。はいはい。来ましたね。来た来た来た。来ましたね。カーター・ウィリアムスよく耐えましたね。ここはしのぎましたカーター・ウィリアムス。右のミドルキックガードした左フックはスリーバック。第1ラウンド終了しました。カーター・ウィリアムス、ごめんなさい、また1ラウンドから繰り広げられる壮絶な打ち合い。カーター・ウィリアムスはセフォーに対して全く臆するところなく立ち向かっている。セフォーの顔は腫れ上がり、疲労の色が濃い。世代交代の波がセフォーを飲み込もうとしていた。レッドコーナー、セコンナー、ああもちろん右目見えないんじゃないですかね。打ち合いの第1ラウンドから2ラウンドへ。さあまたサウスポーに構えましたカーター・ウィリアムス。このスイッチしてくるのもやりにくいかもしれませんが、ああ右、ちょっと右、そして右の下、もしかしたら右が見えないかもしれない、かもしれませんね、まあ、そういった意味でもスイッチしてきたかもしれませんが、あまた大阪市乗った左から右バックコンビネーション、さあ来い来いというレイセフォーが招き入れている。左フック奥でいった、しかしこれを顎を引いてかわしましたカーター・ウィリアムス。右のフックボディ、これは強烈、ボディ一発効きました。レイセフォーのパンチです。右のパー、しかし右のフックカーター・ウィリアムス、下腹部に入りました。下腹部に入りました。カーター・ウィリアムスの打撃が下腹部に入りました。ただですね、これは下腹部への攻撃で今時計が止められておりますが、森さん、はい、
先ほどのコミッションドクター見ましてね、一応目の動きは正常なので、はい、このままやらせますということなんですが、そばで見ましても相当腫れてましてね、かなりこれは視界が狭まってる感じがしますね。あ、そうですか。お願いします。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。はいはい大丈夫。先ほどの今年こそ俺がチャンピオンになる、試合前そう力強く話していたレイセフォー、しかしこのグランプリ開幕戦いきなりのピンチを迎えている。目の前に立ちはだかる新鋭カーター・ウィリアムス、ラスベガス大会を制して夢の日本行きのチケットを掴んだ男、これが初めての日本の舞台。再開いたします。これね、さあ第2ラウンド、若干レイセフォーのカップベルの打撃が入ってインターバルが取られておりました。試合再開となりましたが、さあレイセフォーの動きはどうでしょう。いや正直言ってレイセフォーにあまり時間ないと思うんですね、これね。ミノストレート、ミノストレート、ミノロック押していく、カタヌギムス押していく、しかしレイセフォーも前に出る。いやレイセフォーも手を出していく、危ないですね、前には出られません。ロープを背負っている、手を出して手を押すんですが、カーター・ウィリアムスの圧力がそれを抑え込みました。ありますよね。あ、やはりちょっとダメージが大きいような。いやいや、今筋的にもう一回入りましたね。もう一回入りましたか。入りました、入りました、はい、ちょっと荒っぽいですよね。まあ、カーター・ウィリアムスも、ね、チャンスとは見てるんでしょうが、2ラウンドこれで2回目の下腹部の攻撃、先ほど1枚イエローカードはカーター・ウィリアムスもらっています。ある程度谷川さん、ディフェンスというのも ね、 そうですね、考えて試合していかなければなりませんね、はい、このシーンは下腹部に打撃が入ってしまった2回目のシーンです。さあ再び試合再開です。この第2ラウンドはカーター・ウィリアムスのレイセフォーに対する下腹部の打撃が2回ありました。2回1回試合が止まったんですけれども、さあレイセフォーのちょっとダメージの方が気になる、そして右目の視界の方も気になる。ガードがダメで左引く、しかしこれでもパンチを出していく。さあ来い来いという、来いって、さあ招き入れています。すごいな、視界が効かないかもしれないその右目で、それでも招き入れているレイセフォー。それだけ頂点をつかみたいレイセフォー。右ラック、カーター・ウィリアムス危ない、右ラッパー、あ、今来ましたアッパーは、あ、肘、今肘がちょっとかすめてしまいました。ちょっと連打ですね、ちょっと厳しいですね。三度イエローカードが出されました。今の肘による攻撃はレッドカード限定にします。カーラー、you want a street fight? Let's street fight. Come on, man. You know this now, boss.各田競技統括プロデューサーより説明いたします。ただいまの試合の経過についてご説明申し上げます。ただいまカーター・ウィリアムス選手の反則攻撃、肘による攻撃によりレイ、ステイネニュートラルコーナー、OK? 今の肘の反則攻撃に関してはレフェリーの方から減点1が与えられました。先ほどから1ラウンド終了時から再三ドクターのチェックが入っております。これは1ラウンドからのレイセフォー選手の右目の腫れに関しまして眼下骨折の疑いがある旨のドクターの再三のチェックが入っております。今のただいまの検診の結果、ドクターからはこれ以上試合を続行させることはできないという判断が出ました。トーナメントルールです。1ラウンドが終了した時点でこの試合は成立しておりますので、今試合がストップした時点までのジャッジングを集計します。この結果ポイントがリードしている選手の勝ちになりますので、ジャッジングの集計をお待ちください。難しい展開でしたね。試合は K1 トーナメントルールです。2ラウンド半ばで試合が止まりました。珍しいケースですね。1ラウンド終了時点で試合は成立しています。2ラウンド試合が止まった時点までのジャッジが集められて、その時点でポイントを取っている選手が開幕戦突破という形になりました。あれに荒れたこの開幕戦、気合入ってましたからね、カーター・ウィリアムスが、ね、さあ判定です。ジャッジ中川圭介20対19、赤レイセフォー、トリベバレイ、20対19、赤レイセフォー、2人目のレイセフォー、19対19、ドロー。以上、判定は2対0、あれに荒れたレイセフォー対カーター・ウィリアムスの開幕戦初戦、結果は判定2対0でレイセフォーがカーター・ウィリアムスを退けました。
カタウリーマさんですね、勝負で勝って試合に負けたって感じでしたよね。判定がですね、谷川さん、20対19が2人、19対19が1人、これやっぱりね、反則が2ラウンド目の反則が大きく響いてますよね。減点1がありましたからね、ということは減点1がなければ、ということになりますもんね。減点の1がなければ、僕は勝負としてはカタウリーマさんは、ね、勢いが見えたと思いますけどね。このあたりが勝ち名乗りを受けた後、レイシホーが小さく首を振った原因なのかもしれません。開幕戦は苦しい試合になりました。しかし苦しかったですね。とりあえずこれで東京ドーム行きのチケットを手にしました。この苦しさを12月の東京ドームの舞台でどう晴らしていくのか。右目を晴らしたレイシホー、苦しい戦いでしたが東京ドーム行きのチケットを手にしています。